ずっと言ってるバンジージャンプを飛びたい。うわー、え、見たい見たい。私バンジーオア、何でしたっけ、スカイダイビング、スカイダイビングとか、空から落ちるやつ、落ちるやつとか、うん、飛ぶやつとか。飛ぶやつ、飛ぶやつ、パラグライダー、パラグライダー的なをやりたいんですよね。飛びたいんだね。飛びたいの。そう飛びたい、空を飛びたいんですよ。確かにさっきからなんか太陽光当たりたいとかね、うん、そういう年なんじゃない。そうかもしれませんね。いいね。でもちゃんとなんか明確な目的があって。確かにね。ね、いいよ。うん、そっか。じゃあ、いや、チャラついて一緒に飛ぶ。じゃあ、だそうだね。ウェーイっつってノリで飛べるかな、ミホも。ミホも行こうよ、飛ぼうよ。確かに。じゃあ、ヨシツグさんも今年は飛びますか、飛ぶ年にしますか。俺毎回言ってる気がすんだよね。飛びたい。え、言われてますよね。確かに。スカイダイビングはやってみたい。ただ、はい、バンジージャンプは死ぬほどやってみたくない。その違いは何なんですか。あの、リアルな高さだから。あー、まあ、そうですね、うん、確かに。スカイダイビングってなんかもはや高すぎて実感湧かないから、うんうん、そうだね。あれ高すぎて怖くないんだろうなっていう気持ちがあるな。ただ地面が近づいてくるとさすがに怖くなってくるでしょうね。そうですよね。でしょうね。現実味が湧くと。でも、うん、スカイダイビングだとこうついてくれる方がいるじゃないですか、うん、確かに。だから一人じゃないっていう安心感はある。だから怖くなったら目つぶればいい。あー、そうですね。え、じゃあみんなでや、あれやりましょうよ。こう手つないで。ファーってやって。あれ、できるの？どうなんですかね。どうだろうね。でも確かに一人で飛ぶよりは怖くないよね。みんなで。じゃあ松半メンバーで。ね。うん。とか言って上がったら誰も飛べなかったですね。怖いよ、絶対。いいですね、でもね。なんか。いいね。はい。楽しみが。確かに未来を語り合うと楽しみになってきますね。はい。ということで、今回のメールは以上です。皆さんからの感想や質問の投稿お待ちしております。以上、本日のお品書きトークでした。俺についてこい！